私の成人祝いは、20年かけて地球に帰ってきた彗星だった。では、全道の本日の予報です。広い範囲で晴れた空が見られるでしょう。予想最低気温は…何？星よ、星を見に行かない？星？そう、誕生日のお祝いに二人きりでドライブしましょう。あなたが小さい頃は3人で毎年来てたのよ。喫茶店、展望台、いつも同じコースで、この道で怖い怖いって泣いてたじゃない。そうだっけ？思い出した？お？ゆい、星を見る時のおまじないだ。北極星を捉えた後、6、6、4、3、8、5だっけ、お父さん。前は見えなかったけど、今なら星見えるでしょ。ゆいへ、20回目のお誕生日おめでとう。君が生まれる少し前、僕は新しい彗星を発見した。20年周期で地球に接近するほうき星を、ゆいが成人する年に最接近するこの星を家族で見るのが僕の夢だったんだけど、一緒に見られなくてごめんね。ずっと見守っているからね。星って発見者の名前が3人まで同時につけられるんだって。一緒に発見してあなたへのプレゼントにしたいって。それじゃあ走れ、愛と共に。その思いに応えるタイヤ、ウィンターマックス。ダンロップ。